これが六波星光魔人か。我はクロノスカイ総帥天界、帝都に生きとし生ける者どもよ、見たか我が力を。我が力をもってすれば、この汚れた帝都から西欧の血を洗い流し、かつての徳川幕府を復活させることなど造作もない。帝都の哀れな市民に告ぐ、お前たちに残された時間はあと1時間だ。すなわち午前4時までに政府は解散し、我々に降伏せよ。その証しとして帝都銀行の保有金100億と米田中将の命を差し出すのだ。約束が守られぬ時は帝都壊滅の瞬間が訪れる。脅しにバカバカしい、断固無視すべきだ。帝都市民の命が最優先だ。いかがなさいますか総理。あと1時間ある。望みは捨てぬ。花小路伯爵、米田中将の例の帝国歌劇団はどうなのかね。はい、ただいま連絡をいたしました。何としても食い止めたい。いや、食い止めねば。この日本を再び幕藩体制になどしてはいけないのだ。
俺の命が欲しいだと？よし、いいだろう。展開、差し違えてやるぜ。長官。どけ。奴らがせっかく死に場所を作ってくれたんだ。
Thank you.
この辺りの陽気の高まり、間違いありませんわ。行き止まりだぜ。ご苦労だな、過激団。あの男はクロノス界の。ちゅことはやっぱりこの辺に天界がおんねんな。親玉フフフ。上野公園で私にコテンパンにされたの、懲りてらっしゃらないようね。この男を倒して天界の居場所を吐かせましょう。それはどうかな。私の大事な仲間を傷つける奴は許さない。遅ればせながら神宮寺さくら参上。隊長、みんな、クロノス界の本拠地が分かりました。ここは引いてください。本当？説明は後です。一気に戦線を離脱します。私の後についてきて。天界か過激団か、どちらが勝つもよし。
ここは…大好きな人を守りたいなら立ち向かうことです。愛する心はどんな困難にも打ち勝ちます。愛を貫くということは命をかけて戦うことです。敵は魔を封じ込めた門の上にいます。
隊長、後ろからも敵です。ここは二手に分かれましょう。
作戦指示をお願いします。やりました。
たわ。アイリス、行きます。指示をお願いします。イリス・メリオネス！
待ってください、隊長。指示をお願いします。
よくぞここまでたどり着くことができたな。褒めて使わそう。難しい。百年早いわ。マリア隊長、ザラティ・バノーター。行きますわよ。神崎風神流胡蝶の舞。戦いはこれからだ、過激団。魔界を滑る大いなる者たちよ、草木を焼き払い大地を割り天空を引き裂く力を我に与えたまえ。見るがいい、我が力を。そんなバカな。
素晴らしい。全身にとめどない力が満ちてくるようだ。風神流胡蝶の舞。心の奥底に潜むものを忘れたお前たちに我が破れるものか。
します。あれが彼女たちが帝劇に配属になった理由さ。それだけじゃねえ、おめえの力でもあるんだ。大神、お前なんで花組の隊長になれたと思う？
それだけか？触媒なんだよ、お前は。そうだ、彼女たちの霊能力は確かに他のものに比べて抜群に秀でている。だがいくら優れた霊力でもそれがバラバラに存在しているだけでは意味がない。時として廃反さえする彼女たちの霊力をすべ一つの大きな力にまとめ上げる力、花組はお前の力を触媒として初めてその能力を十分に発揮できるんだ。なんてな、ちょっとばかり褒めすぎか。よう隊長、米田司令。男同士で何ボソボソ話してんだよ。敵の親玉も倒したし、これで明日からまた芝居の稽古だぜ。ってことはお兄ちゃんもモギリに逆戻りだね。壊れた工具も修理して次に備えないといけませんわね。人にもようやく平和が戻った。なに、初詣？行け行け、行ってこい。次回桜大戦、平和な日々はデートだよ。大正桜にロマンの嵐ってか。